エドワードマン・ラングレーは、イギリスの数学者。学術雑誌、マセマティカルガゼットの創設者であり、ラングレーの問題の提唱者としても知られる。ケンブリッジシャーのバックデンに生まれる。ベッドフォードモダンスクール、ロンドン大学とケンブリッジ大学トリニティカレッジで教育を受け、1878年に11人目のシニアラングラーとなった。卒業後は、 母校のベッドフォードモダンスクールで数学を教え、多くの数学教科書の執筆に携わった。1885年に数学協会の初期に就任し、1894年にはマセマティカルガゼットを創刊して、その編集者となった。1910年には、計算を縮小及び短縮するための主な方法を示した論文を表した。 数学者だけでなく植物学者としても知られており、自ら栽培したブラックベリーは、彼の名にちなんで、エドワード・ラングレーと名付けられた。1933年6月9日に、ベッドフォードにおいて82歳で死去。ベッドフォードモダンスクールでの教え子だった、エリック・テンプルベルは、マセマティカル・ガゼットに、追悼文を寄稿した。ありがとうございます。